細外マトリックスの一つ、規定膜に接着する接着装置の一種で、細胞結合の大枠の中の一つの接着装置に分類される。随一に、典型例として、表皮の規定層にある、規定細胞が、規定膜に接着する装置を示す。皮膚だけでなく、肝空臓器の象徴、気管など体のあちこちの上皮組織にある。反接着板は、 接着藩の半分のような形をしている。それで、英語では、デスモソームに、ヘミの接頭語をつけ、ヘミデズモソームと命名された。日本語も英語に順次反接着藩である。なお、デスモソームは、ギリシャ語のデズモとソーマに由来している。日本語としては、反接着藩より、ヘミデスモソームという呼称の方が、圧倒的に多用されている。 半接着藩で通じない場合、ヘミデスモソームと言い換えることをお勧めする。図に、半接着藩の微細構造をマウス機関組織切片の電子顕微鏡像で示す。半接着藩の微細構造を示す。矢印群の矢尻方向が一つの細胞の位置、部分で矢印群がある部分が細胞外マトリックス部分である。 一つの矢印が一つの反接着斑を示している。正常組織。反接着斑が整然と並んでいる。ラミニンガンマニサの遺伝子、ランク2欠損マウスでは、正常に比べ反接着反部分の細胞内の黒さが減り、また、細胞外マトリックス部分の黒い部分が消えている。多細胞生物の細胞接着の大枠は、細胞結合である。 その大枠の下に固定結合、連絡結合、閉鎖結合の3種類の中枠がある。中枠の一つである固定結合のもとに、ここで述べる半接着半と接着結合、接着半の3個枠がある。3個枠の違いは、接着相手の違いと接着装置を支える細胞骨格の違いである。接着結合は細胞骨格が、 アクチンフィラメントである。接着班と反接着班は細胞骨格が中間系フィラメントである。接着班は細胞細胞接着の接着装置で、反接着班は細胞基質接着の接着装置である。図3、反接着班の構造模型と構成タンパク質細胞が細胞外マトリックスである。規定膜に接着するとき、ミクロに見ると、 一つの細胞の細胞膜が全面で規定膜に接着しているわけではない。木の板を釘で打ち付けるように適当な間隔をあけて接着している。平面的に見れば反転状に接着している。その接着装置が反接着板である。図3に一つの反接着板の模型を関与するタンパク質を中心に描いた。 他の模型では一種類のタンパク質を一つしか描いていないことが多いが実際はここに示すように半接着半部位に多数集合し多数集合することで細胞は強い結合力を得規定膜に接着する電子顕微鏡像で黒く見えるのは大雑把にはタンパク質が多数集合し密度が高いことを示している半接着半の細胞内の細胞骨格は 中間系フィラメントのケラチン繊維である。反接着反の細胞膜裏内タンパク質のプレクチンと BP230 が細胞内のケラチン繊維と膜貫通タンパク質であるインテグリン α6β4BP180CD151 などに結合し接着構造を細胞の内側から支える。膜貫通タンパク質の細胞外の部分が 細胞外マトリックスタンパク質の細胞接着分子であるラミニン332に結合する。ラミニン332はセブン型コラーゲンとともに規定膜を構成する。反接着班は細胞機質接着の接着装置なので当然ながらオン野生結合である。構成タンパク質の詳細は各項目を全体像は 細胞接着分子の項目も参照されたい。以下の抗生タンパク質の存在部位は図三と対応されたい。反接着板は上皮細胞が規定膜に細胞基質接着する接着装置である。反接着板が異常になれば上皮細胞が組織から剥がれてしまう。また皮膚の細胞は規定膜に細胞基質接着している規定細胞だけが増殖する。 反接着藩が異常になれば、規定細胞の増殖は異常になる。皮膚病以外もあるが、反接着藩の異常を皮膚病を中心に表一にまとめた。自分の体の成分に対して抗体ができる自己抗体病と遺伝子の変異が原因の遺伝病を示す。疾患の詳細は各項目を参照されたい。略語一覧 BP 水泡生類展望層 CP、半ン性生類展望層デブ、栄養障害性表皮水泡症エブス、単純型表皮水泡症ゴベブ、一般萎縮性量性表皮水泡症ジェブ、接合部型表皮水泡症ラブド、線形以下水泡症 MD、スジジストロフィー PA、有門閉鎖する、全身性エリテマ等です。ありがとうございます。